大口修行大正9年10月13日は、名古屋生まれの歌人、初夏、古筆研究家、苦内賞を打った書よりうど。本名は第二、本名の大の字を分けて、修行と合した。開始明治から大正時代を代表する歌人であり、金書家である。明治29年8月。 京都西本願寺の栗の古書の中から、小奈良天皇家氏の西本願寺元三十六人歌集を発見して、世に紹介したことは、学会、書道会への一大功績であった。古筆の研究に励み、万馬沙尾や田中親やチュラと、古筆やその情報を交換しあった。門弟能の絵採集も、古筆第一主義を取り、修御の古筆研究への貢献は甚大であった。 和歌ははじめ伊藤助信に習い、明治22年区内賞を歌書に入ってからは、書長の高崎章風に学び、明治39年よりうどとなる。また、畜作会という歌の会を作り、全国に5万人の会員があったと言われる。書は、歌人だけに金章を得意とし、高勢流に学び、高やぎれ、第二種系統の章風である。お家流の盛んな時代にあって、 古筆の緻密な研究成果を、法書会発行の100号にわたる、書演史上や、月代などに発表した。また、西本願寺本36人歌集を発見した、うにより、西本願寺が1年ほど貸してくれたため、東京に持ち帰って模写した、遠山行修業。雨雲のよその高根も高殿の窓に迫りで、雪ぞ晴れたる。見ゆるみなおぼろにて、夢の国たどるに、 似たり春の夜の月。春月修行。たや早め修行。裏近き里は冬こそなかるらしむぎふわを見て、梅の花咲く。日高川か減らぬ水の跡をして、恨みの淵に散る桜かな。道成寺の方に、修行。ことさらに上ぬくさまで花咲き手には、面白き秋にはなりぬたいに。管林、雪白き野津添の山の見えすぎて、くぬぎの林小柄しの福修行。 旅山行き。帰り見る山は吹雪に隠れけり、嬉しく、道を急ぎてぞ腰修行。ありがとうございます。